商売の神様として知られる、福岡市博多区の東海恵比寿神社で9日、博多の芸妓衆が揃って参拝する恒例の、徒歩参り、勝ち参りがあった。博多名のお使いの三味線や太鼓の音に導かれて、博多県番の芸妓衆17人が境内を訪れ、商売繁盛や開運を祈願した。稲穂の冠ざしを刺し、黒門付きに身を包んで参道を練り歩く。 芸儀衆のあでやかな姿に参拝客も見とれていた。この日は8日から始まった正月大祭の2日目。11日までの期間中、約100万人の人出が見込まれている山崎あずさ。